ハイボールをさ、はい、飲みたいんやけど、はい、ちょっと日本のウイスキーでハイボールちょっとおすすめある？パンチ強い方がいいですよね。うん、だとしたら、うん、これなんかどうでしょう。お、富士山麓、はい、これいつも飲んでるやつよりラベル黒いけど。あー、ワンランク上のやつですね。こちらの、はい、シグネチャーブレッドっていう、ちょっと上のやつ。はい、一応15、6年だっけかな。色も濃いじゃんか、はい、一応その辺を、うん、あの目指して作ってるやつですね。はい、まああのもう一番下の富士山麓終盤になっちゃったんで、今富士山麓正式にリリースされてるのはこれだけですね。うん、じゃあそれちょっと作って、ハイボール富士山麓のちょっと上のやつやんな。はい、シグネチャーでちょっと上のランクですけど、まあ美味しいですよ。はい、うわぁ、炭酸ドボドボっと。はい、すいません、よろしいですか。はい、はい、どうぞ。これですね、はい、富士山麓、はい、シグネチャーボトルっていうの、これ、はい、シグネチャーブレンドですね。シグネチャーブレンドね。はい、いただきます。はい、どうぞ。あー、美味しい。美味しいですよ。あのさ、あのこの富士山麓の普通のやつも大好きでな、僕な。うん、確かになんか佐々木さんはよう好きな。美味しいよね。はい、なんでさ、富士山麓があれ終盤になったん？いやー、もうやる気ないんちゃいますかね。やる気ない。稼働してるんですか？一応稼働してますね。グレーン最近作ってんちゃうかな、よう。はい。あ、そうなん？イメージありますけどね。あそこ一回行ったけどやな。はい、あれね、いや僕何が好きかっていうと、あのバーボンダルで寝かしてるでしょ、あれ。はい、そしたらもちろんフォアローゼズですと。あのシーグラム系のローゼズ。あーですね、はいはい、キリンさん仲えというか、もう一緒に仕事してるやんかいうぐらいのノリやんか、はい、でやっぱりバーボンの樽は潤沢にありますって。おお、樽あるのにもったいないですね、作ればいいのに。本当に今この国産ウイスキー大変なブームで、はい、もうちょっと作らんのかな。ああ、いや、もしかしたらあれかもしれないですね。あの、そんなに作ってないところに、うん、あのこのブーム来ちゃって本当に出せなくなっただけかもしれないです。なんで、あの10年後、20年後ぐらいに普通にまた発売されるかもしれないパターンですね。うん、あ、作っとってよかったな、みたいな。はい、そういうことです。今、当たった。リッカさんとかの同じ罠ですね。そうか。はい、それはあるかもしれないです。美味しいやん、これ。あなた、やる気がないというか、なんかそっちの方の感じが最近は強いかなってイメージですよね。うんうん、だってこれもうほんと、もう富士の山麓のあの普通のボトルさ、1000円ちょっとで買えるやつ、はい、50度やんか、アルコールだし、はい、あれは酒飲みにはもってこいですね、本当に。まあもうハイボールにしたら美味しい。間違いないです。ハイボールにしたら美味しいやつな。あ、はい、あのさ、はい、僕あのバーテンダーで、やっぱかっこいいなと思うのは、はい、あのね、箸にも棒にもかからないお酒って言ったら失礼やけど、はい、安い、例えばジンであるかウォッカであるか、はい、どこでも転がってるようなね、スピリッツと、安いリキュール、はい、果物なんか別に混ぜんでいいけど、そういうのでしっかりカクテル混ぜ合わせて作って、はい、それを本当に美味しく出して、お客さん喜ばすですね。これが一番すごいなって思うな。確かにそれはありますね。うん、次はじゃあ料理人ですよね、うん、本当に一流。うん、でよくな、ミシュランでも料理の方でも、どこどこで取れた手長エビのなんとかかんとかですって、材料はすごいかもしれんけど、それもともとうまいっすね。間違いです、ね、もともとうまいです、うん、本当に。それよりもそのどっかその辺のおやすてやらなんや商店街でもう、 もう山積みしてるような材料買ってきてな、はい、もう明日腐んねんこれっていうやつで混ぜ合わせて作って本当に美味しい料理、はい、そういうのが一番かっこいいなって思うな。いや、かっこいいですね。それは間違いないですなあ。はい、それ
結局商売的に見てもそっちの方が利幅が大きい。まあまあまあ多い気ですよね。多いチャーハンですけど。いやでもやっぱうまいと思えるのが一番いいです。本当に。やろ、はい。そもそもいいお酒といいリキュールといい果物混ぜたら美味しいの分かってるよね。まあ間違いないです。うん、どんなのが作ってもそりゃうまいみたいなやつありますからね。うん。マスター、はい、ちょっとハイボールでなんかそういうこうここでこだわってるのってなんか一言で言うとなんかあんの？ハイボールですか？うん、ハイボールのこだわり。ハイボールのこだわりですか？うん、あーこだわりか、あの捨て話ですからね。まあな、はい、そんなのさ、はい、ドーンとお酒入れてガバガバガバってソーダでってでレモンピールキュッて絞って美味しいに違うのそれで。いやー最初作った時まずかったんですよ。そうなんや、はい、なんかどうちゃうんやろなあれ。なんか混ざり方が雑なんでしょうね。なんかその味になってないですよ、うん、なんかものすごいまずいのはまずいですよ。なんか不思議ですね、そう考えると。ただなんか入れてるようでなんか違うんですよ。やっぱいろんなところで、うん、あの氷なしでやってるところの方のいろんなものなんですけど、はい、それぞれ味違うんで面白い、ね、使ってるウイスキーが違うっていうのがやっぱあったりもするんですけど、やっぱ各でやってるところ多いんで飲んだらですね、はい、味全然違うんですよ、うん、自分のと味違うなってなりますよ。同じ材料でな、同じ材料で同じやり方でやって同じような注ぎ方でも味が違うんですやっぱり。ほら見てそれ、はい、材料って2つだけやで。本当です。ウイスキーとソーダ、まあレモンビール、レモンビールでそれだけでその作る人によって味が違う、はい、まあそもそもな、昔から飲む人は神戸ハイボールってホワイトと、あそうですね、炭酸とっていうけど、はい、ノンアイスでっていうけどもう今は核が主流か。お願いします。ちょっとこれおかわりしよう。あ本当ですか、おかわりするんですか。飲みすぎは良くないですよ。